よし、じゃあまずはちょっとでかい指紋に、指紋じゃないや、手相に線を引いていこう。こんな感じだよね、映ってるよね、こんな感じ。結婚線はこれか、あ、こんな感じだ。 OK、 よしよしよし、こんな感じの、まあなんて言うんかな、こんなもんかな。でこの人、あの後ろにあるのは多分僕のツイッターなのかな、おそらくな、僕のつぶやきなんだろうね。まあそれはあの全く加味しません。はい、まずこれですね。で何がどうかっていうのを一応勉強はしたんですよ。でまずこの今赤い線で引いたのが感情線っていうらしいんですよね。感情線、そう感情線ね。でこの感情線で何がわかるかっていうと、なんかね、そのね、まあその通りなんだけど、その人がどういう人間か、人柄が当てられるらしいんですよね。そうちょっとなんかこの辺にあざがあるのはなんか怖いんですけど、大丈夫かな。 DV 受けてたら言ってね、 DM でちゃんとあのそれ相応のところにね紹介しますんで、はい、病院とかね。感情線、感情線っていうのは、感情線かな、感情、わかる、感情、気持ちね、気持ちの線がこの赤い線らしいんだよね。そうそうそう。でこの赤い線がこの人差し指と、ここ中、これ中指だよな、これ中指だよね、これ中指の間らへんで止まってる人は争い事が苦手な人です。あ、だから指にあざがあるんじゃないか、これもしかしたら。指ピンポイ、だからその何、指をドアで挟むタイプの DV を受けたっていう可能性は、まあるよね、あると思う。うん、だから争い事が苦手な人で、他人に何でも都合よく合わせてしまう傾向にあります。そのために八方美人だと思われる可能性もある。なるほどね。だから多分この人はなんて言うんだろうな、もしかすると争い事に敗れて、まあいいよいいよ俺の負けでっつって敗れたところをドアを指で挟まれたっていう可能性あるよね。ここね、この青いところね。あ、病院に行かないとダメだわこれ。完全にこれやられてるわ、中指と薬指やられてますねこれね。あ、恋愛の傾向もね、この感情線で読めるんだな。なるほど。なるほどな。これね、もうこのな、もう全てがこの青いあざが物語ってるわ。恋愛傾向、考え方に偏りがなく、恋人のことも理解しようと努めるタイプ。これさ、これも完全にさ一致してるよね。だからもうその何、ダメ彼氏にあのもうどうしても付き添いたい、ダメな彼氏とどうしても添い遂げたい、もうこの人がどんだけ暴力を振るってきても何とかしてついていきたい、そんな気持ちの表れがここに出たと。感情線のカバー、そうだよ、もう基本的にメインはね、みんな知らないだろうが言うけど、基本的にメインはこの感情線が主です。この感情線が、不要下掰好吗、これな、結構珍しい手相なんだって。この手相、この感情線の上にある、なんかここにはね、一般的にね、金運の手相があるんだって。金運のこの辺にね、縦でピーって生えてるんだって。こんな感じで、こういう感じで生えるんだって。でもこの人はね、金の花が咲いてるらしい金の花が咲いてるらしい。だからつまりこれ、そういうことだよね、ここが花で、ここが根っこなわけだよな。根っこ、これ根っこらしいわ、これ根っこなんだって。んでまあここに葉っぱがまあ生えてると仮定して、これ黄色い花が咲いてるらしいわ。でこの金の花があるとガチで、もう本当に、だからもうなんて言うんだろうな、こうやってもうあざは作るわ、恋人にドア指詰められるわ、もう散々なことはあるけど、あなたはこれから多分宝くじの3等ぐらいが当たる、300万円ぐらいが本当に。それかまあ8月の31日までに、おそらく何者かの手によって銀行口座に10万円が振り込まれる可能性は結構高いね、やっぱり。それは本当に高いと思う。あ、ここに十字の切れ込みがある、ここに十字の切れ込みがあるね、あるね。あとはなんだ、あ、ここにも十字の切れ込みがあるよ、ここにも十字の切れ込みがある。
あ、ここにもある。よし、適当にこの3つをつなぎ合わせるじゃん。よし、これをカナでイズルテソを1としような。これ何テソにしようかな。これ何テソ、ツイッター、ツイッターこまめに見るテソにしようか。ツイッターこまめに見るテソ。夏の大三角じゃねえよ、オリオンじゃねえ。ツイッターこまめに見るタイプ。多分この人はね、すごいね、なんて言うんだろうな、推しに対する愛が深い。うん、だからもう汗水垂らして働いて、手がこれ汚れてるんだよね、すすで、すすで汚れてるわけよ。この人は結構その、なんて言うんだろうな、あの土木の作業をやってるのかもしんないね、もしかすると。うん、すごい汗水垂らして毎日毎日頑張って働いて、手にすすがつくぐらい頑張ってるわけよ。それでそれでもう推しに見つごう見つごう、頑張ろう頑張ろうっていう、そんな優しい気持ち。DV じゃなかったんだよねあざじゃないんだよね。そう、当たり前じゃん。俺の視聴者がさ、何殴られてるんだったら俺が飛んでいくから、本当にあざじゃない、あざじゃなくてよかったでしょ、本当にね。 Feel my heart with song, let me sing forevermore。